こんにちは、バイオリンのリーナです。今日はベートーヴェンの交響曲について押さえておきたいポイントを解説したいと思います。ベートーヴェンの交響曲が何曲あるのか、メロディーが全然わからないとか、そもそも交響曲ってなんだっけとか、運命だけは知ってるけど他は何があるのか全くわからないっていう方もたくさんいると思いますので、ぜひこの動画でちょっとでも覚えていっていただけると嬉しく思います。まずですね、交響曲とは何なのかっていうのを軽く説明したいと思います。交響曲、シンフォニーのことなんですけど、とはオーケストラの曲の中で長めの超大作のものと考えてもらって大丈夫です。で、大体1楽章から4楽章までに分かれていまして、その中にソナタ形式という形式が含まれていることが多いです。ソナタ形式というのは物語でいうとですね、起承転結っていう、こういう流れでいくとまとまりやすい、うまくいきやすいっていう、それの音楽バージョン、音楽バージョンといった感じです。ベートーヴェンの交響曲は全部で9曲あります。この表にもありますように、タイトルがついているものとついてないものに分かれます。そしてついてないものの中に俗称があるものがあります。例えば運命とか第九、第九は例えば他の呼び方が合唱付きとか歓喜の歌といった呼び方で呼ばれたりもするんですけども、それも全部俗称なんですね。そしてその中から今日は特に有名な押さえておきたい5曲を、解説していきたいと思います。3番英雄と5番運命、6番田園、そして7番ベトシチと言われている7番と、そして9番第九について軽くご説明したいと思います。まずベートーヴェンの交響曲が他の作曲家に比べてどんな特徴があるのかということなんですけども、動機の反復がとても多いという特徴があります。動機の反復というのはですね、運命でいうとタタタターンという最初のリズムです。このリズムはですね、1回で済む、2回とかじゃなくてもう何十回というふうに曲の中で出てくる、これを動機が反復する、動機の反復というふうに言います。動機が反復が多いというのはですね、例えば日常生活で他の人から何か言われる時って、お風呂入りなさいとかあるじゃないですか。それを何回も繰り返し言われるとだんだんストレスになりますよね。なんだっけ、1回目は注意、2回目忠告、3回目警告みたいなのがあるのと似ていて、やっぱり何回も繰り返し同じものを聞くと心理的にストレスを受けるっていうのはあると思います。音楽にも同じことが言えて、何回も同じリズムが反復してタタタタン、タタタタン、タタタタン、タタタタンって聞こえると心理的にかなりストレスになるというふうな、そういう追われている気持ちになるっていう効果があります。ベートーヴェンはですね、他の作曲家に比べてこの動機を反復させまくった作曲家なんですね。特に顕著なのが、運命だったり6番田園だったり、7番ベトシチだったりで、こういう動機がいっぱい反復されて出てくるっていう様子がわかります。というのがベートーヴェンの他の作曲家と比べた時の大きな特徴でした。はい、ここからは超有名どころ5曲についてご説明したいと思います。まず交響曲第3番英雄です。これはフランス革命の時にナポレオンを称える曲として、ベートーヴェン作曲したんですが、その直後にですね、ナポレオンが皇帝に即位したことでベートーヴェンはそれを怒っちゃって、そのナポレオンに捧ぐっていう文字を消してしまったそうです。英雄は4楽章から有名なメロディーをご紹介したいと思います。以上、英雄のご紹介でした。次に第5番運命ですね。まず運命の1楽章の最初の部分を弾いてみます。
つながっていくんですけども、実はこれはですね、一つのパートを弾いてるわけではなくて、三つのグループがですね、弾いてるんです。まず最初は、なんとセカンドバイオリンから始まります。セカンドバイオリン。次、ビオラ。次がファーストバイオリン。というふうに、三つのパートが重なり合って、一つのメロディーっぽくなってるっていうのが、意外と知られてないところなんですね。そして今動機が反復してタタ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 というふうに来ましたね。これがこの曲はもうこの後もずっとタタ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 タもうばっかりで作られてる曲なので、どこのパートが弾いてるかなっていうのを注目しながら聴くっていうのもオーケストラの楽しいところなんです。そしてこの運命では三楽章とかにももう分かりやすくタタタターンというリズムが出てきます。三楽章はこういうふうに出てきます。1楽章の動機が登場しますので、それも覚えておいてください。以上、運命のご説明でした。次に第6番田園に行きます。田園はですね、ベートーベンの交響曲の中で結構珍しいんですけども、5楽章構成になっています。他の交響曲、ベートーベンに限らずなんですけども、4楽章構成になっているものが結構ほとんどです。そんな中、田園は5楽章まであります。なんですけど、この田園の3、4、5楽章は切れ目なしに続けて演奏されるので、聴いてる側としては3楽章始まったなっていうのは分かるんですけど、いつ4になっていつ5になったのかは初めて聴く人はあんまり分からず聴いてるっていう感じになっちゃいますね。このように楽章間を切れずに、間を空けずに続けて演奏することのことをアタッカっていうふうに言います。他にもこの田園の珍しいところは、ベートーベン自身が、タイトルをつけていて、特定のイメージから着想を得て作曲されたという珍しい交響曲です。それでは第1楽章のメロディーを聴いてみましょう。というメロディーでした。運命とは全然雰囲気が違いますね。そして第5楽章のメロディーも聴いてみましょう。というのが5楽章のメロディーでした。以上、田園のご説明でした。続きまして、ベト7に行きたいと思います。ベト7とはベートーベンの交響曲7番そのまんまですね。ベト7というふうに、呼ばれています。この略称で呼ぶのは結構クラシック界よくあって、ベートーベンの1番2番なんかはそのまんまベト1ベト2と呼ばれますし、チャイコフスキーの5番だったらチャイ5、ブラームスの4番だったらブラ4みたいな、もうそのまんま略して呼ばれるっていうのもよくあるです。ベートーベンの7番は日本で特に有名な理由がありまして、それはのだめカンタービレのテーマ曲として使われていた曲なんです。なのでどこかで耳にしたことある方も多いかもしれません。それでは7番の1楽章を弾いてみます。というのがベートーベンの7番の1楽章でした。4楽章も聴いてください。こんな感じのが4楽章です。結構明るめの曲ですね。リズムが軽快で、人気があります。はい、それでは最後の曲、第9に行ってみたいと思います。ベートーベンの交響曲第9番、俗称でですね、合唱付きだったり、そのまま大句だったり、歓喜の歌というふうに呼ばれることもあるんですけども、歓喜の歌っていうタイトルは大句の中の4楽章の中の特定のメロディーだけを指すので、大句全体を歓喜の歌というわけではないらしいですよ。で、大句はですね、他の交響曲と
結構違うポイントがあります。それは編成です。編成っていうのはその曲を演奏するためのメンバーたちのことなんですけど、今までの交響曲はオーケストラだけでした。ただこの第一句はオーケストラプラス合唱プラス4人の歌のソリスト、ソプラノ、アルト、テノール、バスのソリストですね。このメンバーで演奏されます。ちょっと面白いのがこの合唱が出てくるのはね、第一句の4楽章の後半なんですよ。なので合唱とソリストの人たちは3楽章までは無言で待ってなきゃいけないというのがちょっと大変そうだなってちょっといつも思ってます。それでは第一句1楽章のメロディーからいってみたいと思います。こんな感じで1楽章、早い曲でもないんですけど、かなり鋭い音とかがいっぱい出てくるかっこいい曲です。そして第2楽章もご紹介します。2楽章って今までのベートーベンの交響曲だと2楽章っていうとだいたい緩やかな曲が来ることが多かったんですけど、第2の2楽章はといった感じにかなり速いテンポで来る2楽章です。そして3楽章は緩やかに来て、そして4楽章になり、だんだん聞こえてくるあの有名なメロディこれですね。この部分がまさに歓喜の歌と言われているところです。これが4楽章全体を通してだんだん人数が増えて、だんだん盛り上がって、だんだん壮大になっていって、最後には合唱まで入ってっていうのがこの第1の4楽章のラストの部分です。この歓喜の歌の部分の合唱はドイツ語の歌詞になっています。歌詞の意味がですね、かなり考えさせられる内容となってますので、この動画ではご紹介できないんですけど、皆さん気になる方はぜひ調べてみてください。ちなみに日本で初めて第1が演奏されたのは今から100年以上前なんですね。1918年に徳島県鳴門市の捕虜の収容所で演奏されたのが日本では初めてと言われています。そこでドイツ人の捕虜たちが演奏したというふうに言われています。第1が初演された時、ベートーベンはすでにですね、耳が聞こえなくなっていたというふうに言われています。曲が終わった時にですね、無音で拍手もない、聞こえないで、ちょっと落胆したらしいんですよ。それでオーケストラの団員たちがベートーベンをお客さんの方に向かせた、ほらこんなに拍手されてるよ、こんなに盛り上がってるよっていう風に教えてあげたっていうエピソードが残っております。はい、以上ベートーベン交響曲5曲ポイントだけをお話ししました。いかがだったでしょうか。気になる曲があったりしたらですね、ぜひ調べてみてもらって、オーケストラのサウンドを聴いてもらえたらというふうに思います。しかも生とかだとまた全然いろんな発見がありますので、ね、機会がありましたらぜひ生でも聴いてもらえたらいいなというふうに思っております。ご質問などコメント欄で受け付けておりますので、私の分かることだったら、お答えしたいなと思ってます。それでは見ていただきありがとうございました。バイオリンのリーナでした。またねー。